こんにちは、みやこです。今日も動画をご覧くださりありがとうございます。以前大豆製品を使った料理をご紹介しましたが、今日はシリーズの第2弾として中華料理を2品取り上げます。またこれらの料理に使う中華のソースをこちらに用意していますが、この2つのソースについても詳しくお話ししますので、最後までご覧ください。それでは豆板醤と豆豉醤についてお話しします。左側が豆板醤、右側が豆豉醤です。豆板醤は中国語ではこのように書きます。日本では真ん中の字が板になって豆板醤と言われていますね。この板という字は、瓜が2つのからしで挟まっているって思うと覚えやすいでしょうか。これらはどちらも中国で古くから使われてきた伝統のソースです。どちらも発酵させて作ってあるので、日本の味噌と同じように健康にいい食べ物です。これらはアメリカではアジアンマーケットで入手できます。これはチャイニーズマーケットのソースやピクルスのコーナーです。お店で探すときは他にもいろいろなソースが並んでいるので、見つけるのが大変かもしれませんが、探す決め手は裏側の材料名を見て、豆板醤ならブロードビーン、これはそら豆です。豆豉醤ならプリザーブドブラックビーン、黒豆です。このように書いてあるかどうか確かめてください。このことからも分かるように、この2つのジャンは原料が異なります。その他の違いは、豆板醤は辛い、豆豉醤は辛くない。豆板醤でも辛くないものもあるようですが、一般に知られているのは辛いソースですね。あとは色でもはっきり分かります。豆板醤はこのように赤い色、豆豉醤は黒、赤と黒、まあ厳密に言えば赤っぽい茶色と黒っぽい茶色になります。そしてもう一つ、匂い。豆板醤は味噌に似た匂いがします。また辛そうな匂いもします。辛し味噌のような匂いだと思っていいと思います。それに比べると豆豉醤は一瞬チョコレートのような匂いがします。割と匂いがきつい感じがします。臭いという人も多いと思います。豆豉自体、中国の納豆と言われているものです。このようにこの2つのソースは大きな違いがあるので、これらの特徴を生かした料理を作ってみてください。この表は概要欄にも載せておきます。それでは1品目はこちらの豆板醤を、2品目はこちらの豆豉醤を使ってみます。現代の偉大な作曲家グスタフ・マーラー、マーラーが大好物だったことからこの名前がつきました。というのは冗談です。
お豆腐の種類は何でも構いませんが、今日は絹ごし豆腐を使います。まず水を切ります。そして洗います。お豆腐は食べやすい大きさに切ってフライパンで炒めます。最後にネギかパクチーを加えても OK です。出来上がり。2品目は五香豆腐と長ネギの豆豉炒めです。これは最初にご紹介した豆豉醤です。そしてこちらが五香豆腐です。五香豆腐と長ネギを同じぐらいの大きさに切ります。フライパンに入れて油で炒めます。出来上がり。これらのソースを使うことで一気に中華料理らしくなるので、ぜひ試してみてくださいね。いかがでしたか？この動画がお役に立てたら嬉しいです。材料は概要欄に貼っておきますのでご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。この番組ではアメリカ在住30周年を迎えた私が住むフレデリックでの生活や活動の様子を紹介しています。これまでの動画ではフレデリックの街の様子、訪れたレストランやマーケット、飼い猫や家の周りの様子、お気に入りのレシピなどをアップしています。またピアノとヨガを教えていることから、ピアノ曲の動画やヨガ、健康に関する動画も出しています。今後はこれらに加えて、私の趣味やお気に入りの映画や本、音楽などについてもお届けしていく予定です。お楽しみに。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。今日の動画が面白かった、
または少しでもお役に立てたら、いいねボタンを押していただけると励みになるのでよろしくお願いします。またチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。ご感想、ご質問がありましたら、ぜひお気軽にコメント欄へお寄せください。お待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。みやこでした。